今回のジャケットの撮影のためにスタジオのオーナーさんたちが白だった壁を緑色に塗ってくださったそうです。本当ですか？撮影後に知らされた遠山さん、この後白に塗り直すんですよ。わあ、そんなお手間をありがとうございます。こんなにも可愛いセットを作ってくださって感謝しかないです。もし何も知らなかった私が背景白がいいって言ってたらどうなってたんですかね。なんちゃって。遠山プロが時々のぞかせる闇棒の部分がたまらないのです。出たー、なおばあちゃん。なお棒と遊ぼリハ中、あ、ペンギンさんがいる。わー、ペンギンさんとの対面は本番に撮っておきたいので見ないでください。あー、あー、かわいい。見てないのにかわいい。じゃあペンギンさんは裏に行きましょうか。ダメですよ遠山さん、ダメですよ。その姿はまるで遥か遠くで寂しげに手を振るピーターパンのようだったと作家ペンギンは語るのです。なおばあちゃん。ジャケットのセットのプレゼントボックスは今回のためだけにスタッフさんが作りました。木で作ってるので上に乗れますよ。すごいです。小さいやつを持って撮りましょうか。はい。どうも。なおちゃん大丈夫？お兄ちゃんすまっそう。大丈夫です。10秒だけ頑張って撮るよ。キリッ。そんな撮影を終えた遠山プロにとって推しの重さなど羽のようなものである。